菓子なんですよ、ね、和菓子の美味しいの本当に美味しいですよね。うんうんうん、そう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 、なんか洋菓子のレベルの話だと比べるのはよくないけど、うん、だけど、まあ、全くちょっと分野が違うとは言うけども、まあちょっと本当に一つ一つの素材がもうちゃんとしてないと、パッと見た目は似てるんですけどもう全然違いますもんね。技術とその素材のね、もうやっぱさすがこれがデリケートな、なんかもうほら日本の美が水こう、しかもそれが身近にある食べで自分たちが触れれる身近な和の文化がもうそこに凝縮してるみたいなね。私は魅了されますね。ですね。この間もおらいもんで桜汁、あ桜じゃない、うさぎだ、うさぎ印のあれ何屋さんかな。美味しかった。ちょっと表現ができないですけど、それとね、結局ほら普通は食べなくてもそのクリスマスケーキとかはまたちょっとちっちゃい時のあれかもしれないけど、ほら仏様があるうちにやっぱりこう和菓子って持っていくじゃないですか、ね、だからやっぱり年齢が多い方からなんから、例えば古月堂の栗まんじゅうとかだったらやっぱりほら共通の話題だったりするわけですよ。うん、おじさんも水遁社長で、じゃあ、おじさんのところに行く時には栗まんじゅう持っていこうとかね、そしたらほらやっぱり喜ばれるんですよね。ああそうそう、この栗まんじゅうが好きなんやね、えらい昔より小さくなったりとかね、だからね、だからもうそれでやっぱりこう年齢のジェネレーションギャップをぐっと埋めてくれるのが和菓子だったりするんですよね。うんですね。吉塚駅の近くもね、もう古びた和菓子屋さんあるんだけど。ずーっとありますもんね。ありますね。潰れないですもんね。はっきり言って全然こじゃれてもなんもないけどね、ありますね。根強いファンがいるんですよ。高架下のつこんとかね。そうそうそう、わかるわかるわかりますよ。うん、わかるわかる。不思議だなと思って。あともうちょっとこっち側の近くに古月堂が来ておけね。古月堂のフリマンジあるもんね。よほどこう独特なお菓子製造技術持ってるんでしょうね。うん、いやだって結局ね、その酒かすまんじゅうが母好きだったから、それはその目玉のところなんですけどね、ただやっぱりそれ買いますもん。そしてね、もうね、ふかしたてのね、もうだから自分たちも食べる分、まああげる分と、妹たちに渡して持って帰ってくる分と、自分たちがその場でお経が上がる前に食べる分、もうやっぱりもう美味しいですもんね。そうでしょ。ふかしたてって美味しい。もう別物でしょ。でもうちの母が好きだったんですよ。うん、もうね、やらなきゃね。それはもう共有せんとね。もうあったかい。まだあったかい。でもだけど積んである時点であったかいね。だからもう広げてね。ただそのほら山芋でできててね、でふかしててで酒かすあるけど、ほら食べていいやつやも朝。うん。で優しいあんこの味で、もう全然その色も漬けもものすごくされてなくって、甘みも本当にふわっとした甘みでね、そんな甘くなくて。甘いもの好きじゃないけど、わかりますよ、美味しさは。ね。うん、あれ普通じゃないですよ、美味しさは。うん。ね。うん。あったかいお饅頭って。そう、お饅頭。もう最高です。最高ですよね。はいはい。うん、あれだけは食べたいなと思いますね。そうなので、なんか飾ってはないんだけど、なんかこうほら先様にこう食べてもらえる、こういやぜひ、いやこれはもし食が細くなっとったりしてもね、ちょっと一口食べてって、うんなんかいい微妙な塩味が効いて、そうですそうですそう微妙な塩味がね、なんとも言えないですね。あれはね、本当にこうなんていうの、日本人のこの。まあ、もちろん外国人の分かる人は分かりますよ。でもなんかほら、なんか私たちだから分かるみたいな。でも今日とかもね、車のタイヤをちょっと変えるのにちょうどいい時期だったから、ここ3日ぐらいで行くと少し割引があってのちでね、でそのすぐ近くにお蕎麦屋さんがあって、蕎麦職人が更新しちゃってね、だから新蕎麦だったんですよね。で10割蕎麦なんです、そこ。うん、大岡さんって桜の花って書いて大岡って、それこそさっき言ったささぐりのだけど、もう看板とかバーンって出してもじゃないけんね、ちょっと分かりにくいけど、なんかな、ささぐり町に入ったらすぐの右側にあるんですけどね、うん、桜の花って書いて大岡で、大岡って調べてもらったら多分出てくると思いますけど、なんだっけ、その前にそば切りかな、なんかそばどころかな、この街道結構お店あるからね。うん、でそれでなんで行くようになったかっていうと、結局車の点検とかその車のあれとかいう時にほら小1時間待ってるっていう時間に、結局まあその近くにコンビニがあるから、コンビニで買ってきて食べてもいいんですけど、ちょっとこの辺歩いてみようかなと思うと「10割そば?」って言って「10割そばってわざわざうっとんしゃ」っていうところ見ると、かなりこの人あれやなって、こだわりのそば職人だなと思って入って、今日も新そばだったんですけど、でお豆腐も手作り新車と。で私ちょっとダイエットしなきゃいけない。そのセットが1200円ぐらいなんですよね。でもまあ、たまにやけんちょっとね、食べるんやけど、エビが2本ついて1280円なんやけど、ただおにぎりはもうちょっとちっちゃいやつ小判